アムネスティの発表するデータによると、死刑を実質的に廃止している国は142カ国で、死刑制度をまだ保持している国は発展途上国や独裁主義国家を中心とする56カ国だが、死刑制度を保持している国の中に先進的な民主主義国家が2つあり、これがアメリカと日本である、という説明が本書にありました。世界の死刑制度を保持している国と廃止した国の現状について改めて教えてください。まあ、これも意外と知られてないとは思うんですけれども、先進的な民主主義国家においてですね、死刑を行っている国っていうのが、アメリカと日本でしかないっていう現実を、僕自身も最初の頃はその知らなかったですし、実際にそれを聞いて、そうなんだというふうに驚きはありましたけれども、ヨーロッパ全体で死刑を今行っている国っていうのはベラルーシだけなんですね。ルカシェンコ大統領の、ベラルーシですけどね。EU の中ではその1949年にですね、欧州評議会っていうのが10カ国によって設立されたんですが、その時にですね、今現在46カ国あるんですけれども、日本はオブザーバーとしてその中に今入っています。で、その最初の欧州人権条約っていうのが1953年に発行されて、その時に生命権の保護っていうのがあってですね、戦争犯罪に対しては別なんですけれども、必ず人間の命は守らなきゃいけないっていうような取り決めがなされていったわけなんですね。で、そして1985年になった時にですね、平和時の死刑っていうのを廃止するというふうに決めたのがヨーロッパなんですね。で、その流れでその頃に欧州で多くの国が死刑を廃止し始めたわけなんですけれども、ただそれでもですね、戦争の時における戦争犯に対しては死刑を行うっていうことがしばらく続いていったんですね。で、2003年になると、ヨーロッパの第三議定書と呼ばれるものが発行されてですね、とにかく全ての犯罪、戦犯に対しても全てにおいて、あらゆる犯罪において死刑を廃止するということが決められて、今現在ではですね、ベラルーシを除いてヨーロッパ全土では死刑が廃止されているという状況です。で、そんな中で、いわゆる先進国と呼ばれている国の中では日本とアメリカだけ、韓国は、廃止、事実上は死刑が廃止されていて、実際に行われてはいないんですね。で、ただ法律上はまだ死刑が残ってはいるんですけれども、しばらくもう一時停止状態、モラトリアムという状況がもう20年以上続いているという状況です。米テキサス州リビングストンにあるポランスキー刑務所では、一般の受刑者と死刑囚を異なる建物で収容しており、一般の受刑者は2人1組の雑居房で生活するが、死刑囚には1人に1つの独房が割り当てられる。受刑者同士の闘争や殺し合いを避けるためと刑務所の広報官が語ったとありましたが、この言葉を聞いた時にどう思われましたか？アメリカとかメキシコとか、南米もそうなんですけど、非常に彼らは脱獄をする傾向が強いんですね。やっぱりいろんなこう雑居房とかに住んでいるとお互いに話ができたり喧嘩があったりとかですね、いろんなこう闘争があって、でその中で殺し合いとかっていうのも実際に起きてるようなんですね。で、そのポランスキーユニットっていうところでは何回かこうその同じ刑務所の中での殺人事件、殺し合いがあったりですね、最近では、ある死刑囚がですね、精神疾患を患っている死刑囚なんですけれども、自分の片目を取ってそれを食べてしまってですね、っていうことが起きたんですね。で、その彼が、もう精神疾患なので、死刑に値しないんじゃないかっていうことで、すごいそのあたりも議論されてるんですけれども、
そういうですね、いろんなこう闘争がアメリカの刑務所の中だとものすごくたくさんあるので、はい、まあ、そういうのを実際にですね、あのポランスキーユニットっていう本当にこう殺し合いとか喧嘩が多い脱獄とかもあるアメリカでも最も危険な刑務所の一つって呼ばれているところなんですね。でそのことを広報官から直接指を指して、あれがポランスキーの、あの死刑囚監房だって言われた時にすごいリアルな感じがしました。あ、ここなのかっていう思いでしたね。その、まあ、もちろんここからちょっと想像になってしまうんですけども、闘争や殺し合いを避けるためっていうことは、まあ、今おっしゃったようにそれだけそういうことが起きる可能性があるっていうことなんだと思うんですけども、それはもうこれも想像ですけども、やっぱり死刑が決まっているような状況だから極めて精神的に不安定なんでそういうことが起きやすいのか、あるいはそもそも極めて暴力性が強い人がやっぱりそういう刑に行ってしまう可能性があるのか、この辺どんなふうなことをまあ思いましたか。あ、もうそれは僕もあの具体的には取材してないのでよくわからないんですけど、あの特にテキサス州って、あの南米との国境が近かったり、あの南米人がすごく住み着いている地区があって、すごい治安が悪いところがあるんですね。でそこにはすごいギャングスターって呼ばれる人たちがいっぱいいて、で彼らはもともとそういう殺し合いをしてこう生まれた時からそういう環境の中で生きてきてて、で彼らの縄張りみたいなのがあるわけ でそれがやっぱりこう刑務所の中に入った時でもそういった喧嘩っていうのが絶えないんだと思うんですよね。まあ、ただその死刑があの決まってるからとか決まってないからっていうのは、おそらく日本の場合っていうのは死刑がいつ執行されるかっていうのは死刑囚知らないんですよ。でそうなるとおそらくそっちの方が実は精神的に追い詰められる状況になってんじゃないかなっていう感じがします。知っていた方が安定すると、まあそうだと僕はやっぱり精神的には知らないっていうことが恐れなので。ポランスキー刑務所に収容されていたジョン・ウィリアム・ハメルという死刑囚と彼の死刑が執行されるまでの最後の1ヶ月の間に2回面会し、死刑が執行された日も刑務所を訪問してルポされています。彼は自分の死刑がいつ執行されるのかを知っていたわけですが、もうすぐ自分が死刑になると知っている人間との会話から宮下さんはどんな印象を受けましたか。そのポランスキー刑務所の中に入っていた時にその面会室があってですね、そこに入った時にあのそのハメル死刑囚とその他のもう二人死刑囚が面会室にいたんですね。で一人を見た時にその人は一人で立って誰もいないところに向かって一人で喋ってるんですよ。でその人の、まあ、ことはどういう人なのかってちょっと軽く聞いてみたんですけど、その広報官に、そしたらまあ、ちょっと精神的にやられてる人間だっていうことで、まあ、実際に死刑囚監房に入るとそういうことになる死刑囚も多いんじゃないかなっていうことはあるんですが、まあ、その一方でそのハメル死刑囚に会った時にですね、まあ、僕の想像は覆されたというか、彼はものすごく現実を見つめてこう生きている人間だったので、本当にこれびっくりしたのが、そのポランスキーユニットっていうアメリカで最も危険な刑務所の一つで、その中にいる死刑囚だから、もう実際会った時は会う時は怖かったんですけれども、会ってみたらですね、ものすごい優しい目をした人で、で喋り方もものすごく柔らかくて、で彼がなんでこんなにこう、まあ、見ず知らずの人間、しかもアジア人の人間で英語を母国語としてない人間に対してこんなに優しく接してくれるんだろうって思ったのが、まあ、一番第一印象でですね、すごく驚いたところなんですね。でやっぱりいろいろ話をしてみると、彼はまあ死刑執行日が決まっていて、彼の命も残り1ヶ月っていう時だったんですけれども、死刑が決まった時からですね、彼は信仰を始めたんですね。決まった時からだったんですね。もともと宗教
の信仰の強い家族の中では育ってきたんですけれども、うん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 、やっぱりこう若い時には、まあ、自分は信仰をせずに、まあ、いろんな悪いことをしてしまったという反省はしてるんですけれども、まあ、そういう家族の影響もあったのかよくは分からないんですが、その死刑囚監房に入ってからまた聖書を読んで、その信仰に、生きる自分の力を見つけるという生き方をずっとしてきた人なんですね。で、その信仰の力があったからこそ、僕とまともに普通に話ができたんじゃないかなって思ってます。その意外と冷静で、まあ、極めて紳士だったっていうのに驚かれたってことですけど、やっぱ特定の話題になると不安定になったりとかっていうことも別になかったんですか？それが全くなくって、その時にやっぱりこの信仰の力って強いんだなって思って、自分があと1ヶ月の命だっていうことを分かっていて、そんなになんか怖がらず普通に冷静にこっちを真剣に目を見て話して、こう緊張したりストレスを抱えているような表情でもなく、まあ聞いたことに対して素直にじっくりと答えてくれる人だったことにものすごく驚きましたよね。この方のところに訪れて来られる方もそう頻繁にはいないと思うんですよ。そうするとかなり向こうからしても貴重なお客さんだったような気もするんですけど、何かそのことをこの方ハメルさんもやっぱりこうよく来てくれたみたいな気持ちがあったんでしょうかね。まあ、死刑を1ヶ月前にして、他のメディアの人とかから、取材を受けたかと聞いたんですけど、確か地元のラジオ局1局だけで他にはどこからも取材を受けてないっていうことで、むしろですね、彼は自分がこういう罪を犯してこの先1ヶ月後に死ぬんだ、死ぬというか処刑されるってことですよね、ことについてその現実を伝えてほしいって言われたんですね。で、処刑のこう残酷さだとか、人間の命の儚さだとか、今まで自分が行ってきたことに対する反省っていうもの、それは信仰によってここまで自分が支えられて、ここまでこう独房の中で生きることができて、で死ぬことに対しても真摯に向き合うというような発言ができてたっていうことが、それもすごい驚きでしたよね。ハメルは、誰かにこの自分の最後について話をしたかったんだと思うんですよ。でその時に、記者っていうのは誰も国内から来てくれなくって、自分のこう犯した罪と処刑されるっていう一つの物語を伝えてくれる人がいて、それに対する感謝の気持ちだってたんだと思うんですね。でそのことは、なんで僕はその感謝だと思ったかっていうと、そのお姉さんにその後僕は電話をしてて、でお姉さんがその自分の弟ハメルからジョン、ウィリアム・ハメルはジョンって言うんですけど、ジョンから弟がすごくとてもいい取材がしてもらえたと。で弟はそのことにすごく感謝してたと言って、でそのお姉さんも僕がその電話をすることをすごい心待ちにして待っていたっていうことは聞きました。テキサス州ハンツビル刑務所の死刑台も見学され、細かく描写されています。改めて死刑とはどのような設備で実行されるのか教えてください。今ほとんどの州では薬物による、致死薬による、注射で、体の腕に点滴を刺して、そこから薬物を入れて亡くなるっていう方法だと思うんですけど、
まあ、その他にも例えばオクラホマとかはその電気ショックっていうのをまだ行っているんですが、まあ、これはその死刑囚の希望があった時のみにやってるんですね。でまだガス室っていうのもありますし、ただテキサスの場合はもう電気ショックもガス室もなくて、でハンツビル刑務所の中の死刑場に行った時にはまあそのどうやって死ぬのかっていうのは目で見てはすぐわからないんですけれども、うん、まあ本当にすごいちっちゃい6畳ぐらいの部屋の中に、はいはい、あの死刑台があって、はい、そのいわゆる担架みたいなやつなんですけど、うん、そこにまあ乗っかってベルトでこう締められてですね、はいはい、で、まあ、ここに一つマイクがついてるんですけど上からでマイクが垂れてて、それはその自分が処刑される直前にそのラストステートメントって言って最後の言葉を残すんですね、うんうんうん、でその時にその最後の言葉を誰に伝えるのかっていうと、うん、その死刑場の外に2つの部屋があるんですね、うんはいはい、で1つの部屋は被害者遺族の部屋で、ここは本当にもう2畳ぐらいの部屋なんです。でこっち側が加害者家族の部屋なんですね。すごい。でここの2つの部屋の間にものすごい分厚い壁があって、でこっちの家族とこっちの家族が話してることも聞こえないし、はいはい、顔も見合えないし、はいはい、入り口も違うんですよ。入り口も違うんですよ。だからこれは時間差でこう入ってくるんですね、同時に入ってくると喧嘩するから入ってこれないんですよ、まあ、で、ここにガラス窓があって、うん、でここの死刑場がここにあるんですよね、うん、でここで死刑を行う瞬間をこの2つの家族が見れる状況になってて、で僕が入ったのはこっち側の、ね、被害者遺族の方の部屋なんですけ ど、加害者家族の方かな、はい、でそっちの部屋に入ってこう中を見てみると、まあ、そういう部屋があって、でそこのマイクのラストステートメントを言う時にこの両家族にその自分が犯した罪とか反省とか、まあ自分がこう天国に行けますようにというような言葉を残して伝えるんです、うん、そのマイクがないと聞こえないので、こっちの部屋には、はいはい、でそこに入れる人が刑務所の所長と、うん、あと教会士なんですよね、はい、でその注射でこう薬物が注入されている間っていうのは、はい、まあその教会士がこう祈りを捧げてる、はいはいはい、その間にまあ亡くなるんですけど、うんうんうん、で一つ、まあ、その二人だけなんですけど、はい、じゃあ誰が注射を打ってんだっていう疑問が僕の中では生まれたので、はい、そのことをその広報部長に一緒に付き添ってきてくれた広報部長に聞いたら、まあ、それはまあシークレットだと、うん、で、まあ、自分あなたの想像に任せるって言われたので、うんうんうん、まあ誰かがやってるんだろうなと思って でもどこからっていうふうに思った時に、うんうん、その死刑場の壁際にちっちゃいこう穴があるんですね、うんうん、でその穴について広報部長にこの穴って何なんですかって聞いたんですよ、はいはい、したらそれも言えないと、うん、それも想像に任せると、うん、っていうふうに言われたんで、まあおそらくそこから点滴の管をこうな、うん、持ってきて腕にこう入れてるんじゃないかなっていうふうに僕は想像しますね。だから刑務所長と教会士は薬を打たないので、となるとその外にいる誰かが薬を入れてるってことになるんですよね。まあそれがいわゆるあのハンツビル刑務所、おそらく、ほぼ世界で一番死刑の執行が多い町の、うん、あの刑務所の死刑場だと思います、うんうんうん、年間にですね、テキサスはこれまでに1977年から2022年までの間で45年間で575人が死刑を執行されてるんで、うんうん、これは全米でナンバーワン
ですね、うんうん、で次に多いのがオクラホマの117人なんで、はい、テキサスは圧倒的に死刑が執行されている、はい、その執行されている場所がハンツビルの、うん、そこの僕が見に行った死刑場です、うんうん、その薬を入れて亡くなるまでの期間っていうのはどれぐらいの時間があるものですかね、注入してから。あ、時間ですか、はい、あるいは注入している時間も含めてとか、はい、だいたい1分ぐらいっていうふうには言われてるんですけど、うん、その注入している薬が、うん、ペントバービタルっていう薬 で、はい、でその薬っていうのはいわゆる世界のヨーロッパとかでも行われてる安楽死で使ってる薬なんですね、はいはいはい、で僕ずっと安楽死で亡くなる患者さんとかも実際現場で、はいはい、見届けてきて、そういう取材も、そういう本も出版してるんで、はいはい、まあ、分かるんですけど、うん、その薬っていうのを体内に入れると、うん、僕が見てきた限りではだいたい20数秒で亡くなるんです。あ、そんな そうです早いですね。その1本で十分 で、うん、で他の薬は特に入れないんですよね。なので大体それくらいで亡くなるっていうふうに、その死刑場の死刑の日にもそういうふうに僕は聞いてたんですけど、まあ、実際死刑の日はまあそんなにすぐに亡くならなかったっていう、まあちょっとなんかそのハメルの血管が見つからなかったっていう話があったんで、まあちょっと注入してから時間がかかったみたいですけど、まあ基本的にはその血管の中にこう薬が入れば20秒ぐらいで亡くなります。しかも苦しまないでスッと亡くなります。先ほど2つ被害者遺族と加害者の家族とって見えるっていうお話があったじゃないですか、死刑囚の方からも向こうの顔が見える。なるほど。これは伺ったんですかね、皆さんいろんなパターンがあるとは思うんですけど、どういうその最後って反応なんですか、大暴れするのか泣き叫ぶのか静かな方が多いのかとかっていう。もうほぼ全て暴れずに静かに亡くなるっていうふうには言われてるんですが、実際そこの死刑場に入れる人っていうのはものすごく限られてて、はい、でその死刑に対して反対してるようなメディアって入れることは絶対ないと思うんですよね。だからその現実はどうなのかっていうのは僕はちょっとよくわからないですよね。それは、はい、実は暴れてるかもしれないです。そうですね、はい、なるほど。フランスで死刑廃止の流れを作った法律家で政治家のロベール・バダンテール氏にインタビューされています。罵詈雑言や脅迫に耐えながらも死刑廃止を実現させたドラマティックなお話には英雄のような印象を受けます。彼はフランスばかりではなく世界中で死刑は廃止されるべきであり、死刑は野蛮な後進国の行いだと考えているように見受けました。バダンテール氏はなぜこのように考えるようになったのだと思われますか。まあ、一番はその時代の流れだと思うんですよ、うん、一番そのアメリカ、すみません、ヨーロッパでナチスドイツがあって、はい、いろんな強制収容とか、うん、特にユダヤ人迫害、うん、虐殺っていう歴史があったので、まあ、そういう時代を見てきた人だと思うんですよ、うん、で自分のそのバダンテールさんの父親が、うんうんうん、彼もそうなんですけどユダヤ人で、そのお父様がですね1993年に、ソビボル強制収容所というところに連行されて殺害されてるんですね、はいはいはい、でまあそういう時代の流れから、うん、ヨーロッパがなんでここまで死刑を廃止するようになったのかっていうと、うん、やっぱりそういうナチスの、うん、記憶があり、うん、まあ、実際ユダヤ人も多いですから、うん、そういうバダンテールさんは特に自分の父親をそれで亡くしているわけですから、うん、もう死刑に反対っていう、うん、まあ、正義はあったんじゃないかなっていうふうに思いますよね。なるほど、なるほど。でバダンテールさんから日本はまだ死刑やってるのかっていった感じのことを言われて、こうちょっと落胆の雰囲気を向こうが示されたと。でそういうふうに言われた時、宮下さんとこれはどういうふうにお感じになりましたか。まあ、自分が日本で子供の時生まれ育ってきてですね、うん、その死刑があるっていうことが当たり前の感覚で生きてきたので、うん、まあ、確かにフランスには死刑はないですけれども、うん、まあ、実感としては、まあ、日本よりもフランスの方が
まあ、社会的な秩序が整ってなくないし、うんうんうん、不安定な国であって、うんうん、まあ、死刑がないのかっていうふうに、未だに死刑をやってるのかみたいなことを言われてもですね、まあ確かに死刑はありますよというふうには思いましたけどね、うんうん、ただ、まあ彼は死刑廃止に向けてものすごい長年の戦いをしてきたっていうものを実際の彼の資料とか映像を見てきてものすごい自分でも驚かされたところがあるし、まあ政治家としてなかなかこういう自分のまあ独断とまあ主張を貫いて国民を説得して政治家を国会の中で説得するっていう場面がいろいろ出てくるんですけど、そういうのを見てるとこれこそ政治家だなっていうふうに思ったのがあってですね、こういう政治家って今いないなっていう思いがあったんですよね。でその彼が説得しながら一つのこう死刑という極刑をですね、はいはい、国の中からなくすっていうあの行動を見たらもうすごいなと、はい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 、で彼のこう 死刑に対するこの反対の意欲っていうのがものすごい情熱的で、うん、まあ、勇敢だなっていうふうに思ったので、うん、まあそれこれだったら多分国民も納得できるんだろうなと思って、僕もその時はいろんな話を聞いてると、うん、まあ、頭の中ではこう死刑っていうのは廃止してもいいのかなっていうふうには思いました。まさにそこなんですけど、そのに日本に死刑制度が残ってるのは日本が遅れているからなんでしょうか、それとも日本独自の事情や考え方があって意図的に残していると思われますか。おそらく多分日本は何も考えてないだと思います。何も考え、あえて日本人が何も考えさせないように政府が仕向けてるのかというような印象を受けちゃうぐらい日本は情報を公開してないんですよね。で多分そのメディアが、僕がそのアメリカで行ったように死刑囚に会って話をしたり死刑場を見に行ったり、そのいろんな死刑の情報をその司法省の人とかから話を聞ける状況であれば日本ももっと死刑に対する議論が湧いてくると思うんですよ。でそのことさえできない状況の中なので、日本ではやっぱりこう死刑について、実際みんなこう死刑あることは知ってるんですけど、その死刑が何を意味してるのかっていうことについては何も考えてないと思いますし、まあ毎年死刑囚がこう死刑が執行されたってニュースが流れても、ああそうかぐらいだとは思うんですよ。でやっぱりその政治家もそうだし、おそらくその法務大臣もそんなに深く考えてないんじゃないかなっていうような印象は受けざるを得ないというか、やっぱり世界の状況と比べると、50メートル先に住む殺人犯という箇所では、スペイン北東部ナバラ自治州のバルティエラという農村地でサマネスという若者が近所の学生を拳銃で撃ち殺し、懲役11年3ヶ月になるも、事件発生から7年8ヶ月で仮出所となり、なんと今では亡くなった被害者の家族の向かいの家で暮らしていることを記されています。両家の間に渦巻く壮絶な憎悪に関しても丹念に描写されていますが、なぜ加害者サマネスはわざわざ被害者遺族の目の前に戻ってきたのでしょうか。これ本当にこんなことがあるのかっていうふうに思ったんですけど、まあ僕は実際こう海外に住んでる時間がすごく長くって、まあ頭の半分はまあヨーロッパ人みたいなところもあって、半分日本人みたいなところがあるので、まあこう日本人的な感覚で考えるとまあありえないことだし、こんな恥ずかしいことはできないだろうなっていう思いはあるんですけど、まあただそのヨーロッパ人的な発想でものを考えると、まあ自分が生まれ育った町に普通に刑期を終えて出てきて釈放されて自分が住みたいところに住む
っていうだけの話なんだなっていうふうに思うんですよ。すごい。でただその被害者の遺族の方に今回いろいろ取材して話を聞いたんですけど、はい、まあ、あの息子を殺したあのあいつはそこ50メートル先のそこに住んでんだよっていうふうに言って、やっぱり被害者遺族側からすると考えられないことだと思うんですよね。だけどその街中の人とかの話を聞いてみると、そのサマネス家っていうですね、その殺人犯の家の家族っていうのが、その村の社会の中では意外とこうみんなにこう守られてる家で、となるとやっぱ共同体っていうことを考えるんですよね。でそうするとその共同体の人たちは自分たちの生活もあるから、このサマネス家のことを批判するわけにもいかないしっていう、まあ、ちょっとそう日本っぽいところもあるんですよね。でそのサマネスに本人に殺人犯に直接、まあ、メールを通して話を聞いたら、自分は殺人を犯したことは悪いと思うけれども、ちゃんと、更生して出所して出てきたんだと。で自分が住みたいところに住む、まあ、そこの何、それの何が悪いんだみたいな感覚なので、まあ、ちょっとなんか被害者遺族からの罵倒に対してもちょっとまあバカなこと言われるんだけどみたいなことも書いてあったじゃないですか。そうですね、すごいなと思ったんですよね。そうですよね。だから非常にこうヨーロッパ社会っていうのは最終的には個人なんですよね。ああ、なるほどなるほどなるほど。個人がどう思うか、どう生きるかっていうことを考える。で日本人の場合は周りとの関係の上で自分がどうあるべきかって考える、そこがあの日本と欧米社会の違いで、だからそういうありえない、日本でありえない現象が起きるんだなと思います、被害者や加害者の遺族や周辺の方々に取材を申し込んでは断られたり拒絶されたりした経緯なども書かれています。加害者や被害者に近い人に取材を申し込む瞬間ほど緊張されたことが本書からよく伝わってきました。取材を申し込むのは相当辛かったのではないでしょうか。まあ、そうですね、まあ僕の場合だいたい取材を申し込んだら断られるような取材しかしてないので、まあ、断られることはまあ当然だと思いながらも、断られないように、まあ、しっかりですね、こちらの思いを伝えて、本当にそれはなんていうんですかね、こう短い情報で伝えてそれを国民にこう、まあ、読んでもらったりして、そのままこう忘れられるようなものではない話を書きたいんだということをしっかりと伝えて、手紙を書いてっていうことをやってるうちにやっぱり自然と向こうが答えてきてくれるので、まあそれは日本に限らずアメリカでもそうだしヨーロッパでもそうだし、まあしつこく攻めるっていうことが重要 でやってるうちにですね、こう相手を見つけることだけが目的みたいになってきちゃって、で、見つかった瞬間に達成感を得て、でそうすると自分はがやりたかったことって相手を見つけてそれで終わりじゃないよと、なので、まあ、ちょっとその辺の目的と、がなんかこうこんがらがってきちゃってですね、やっぱり自分が伝えたことをしっかり伝えるんだっていうことを考えると少し嫌なことでも粘り強くやんなきゃいけないっていうのは、もともと自分がこのジャーナリストとしてずっとやってきたことなので、嫌な思いはいつもしてます。宮下さんがジャーナリストとしてこれまでどのようなテーマを扱ってこられたのか、なぜ今回日本及び世界の死刑制度についてご本を書かれたのか教えてください。一番最初に書いた本が、軍隊の本なんですけど、フランス外人部隊っていう本で、その中にいる日本人兵がいるんですね、なんで日本人がこんな、フランスの軍隊に入ってくるのかっていうものを知りたくって、で彼らは何を目的としてあえて海外の軍隊に入ってるんだっていう思いがあったっていうことがあってですね、それはまあ最初にそういう人間の
彼らにとってどういうことがその例えば日本の自衛隊で働くんじゃなくってフランスの軍隊に入って働くっていうのは そこに何のこう喜びがあるんだろうなっていうことがすごく不思議だったので、でまあその後ですね、生殖医療の不妊治療の話とかを書いて、まあ人が生まれるっていうことに対する人間の幸せって何なんだろうなっていうことをまあいろんな角度からあの取材してまあ分かってきたことはですね、やっぱりこう人間の幸せって一般的にこう語られたり、まあテレビで見たりとかしてるものとはちょっと違って、あの実はもっと深いところに あるんじゃないかなっていうことで、まあ、あの世の中の進歩とともに人間は幸せになっているようで実は幸せになってないっていうようなことが発見できたっていうことですね。で、まあ、そのあたりから、まあ、安楽死の本を、まあ、2冊書いたんですけれども、これも世の中がどん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 便利な、になっていく中 で医療も進歩していく中でですね、あの実は人間はこう幸せで生きてるようだけど、そうでもないんじゃないかなっていう思いがあって、まあ、その辺からですね、生まれたり死んだりっていうそういう生と死のテーマに非常に興味を持ち始めて、あの人間の幸せって何なんだろうなっていうことを、まあ、常に考えて生きてきてるんですね。まあ、それは自分が海外でこう30年間ほぼ30年間生きてきて、アジア人として欧米社会で暮らしていく中で、あのいろんな差別も受けてきてるんですよね。でそういう中で本当になんかこう幸せに生きるってどういうことなんだろうなみたいなことを考えさせられてきたのとも重なってる部分ではあるんですよね。で、あのなんでそのあと死刑に興味持ったかっていうと、まあ、あの死刑っていうのも本当に安楽死と同じでもう一つの究極の死だとは思ってるんですね。でこのジャーナリズムを行う中でその唯一あの死を宣告されている人に対するインタビューっていうのはその安楽死する人と死刑囚でしかないと思ってて、でその2つの思いって実は同じ宣告された死であっても、まあ、人間の考え方って全然状況によって変わるんだなっていうことを知りたかったっていうのと、そうですね、まあ、あとはその死刑という日本とアメリカにしかない刑が、まあ、死を目前にした人たちがどういう思いで生きてるんだろうっていうことを知りたかったっていうのが一番大きいんですけど、まあ、残念ながら日本ではその死刑囚に直接インタビューすることはできないので、これをやらない限り、日本では死刑の問題っていうのは、あの議論深い議論につながらないだろうし、アメリカみたいにもっとオープンにしてその死刑囚にジャーナリストとか記者の人たちがインタビューできるっていう方向に持っていくことが大切だとは思ってますね。海外では一般人が銃を持てる国も多数あり、こういった国の場合警察官も犯罪者と戦うためにより銃を使いがちになり、結果として現場での射殺がしばしば発生します。これが裁判以前の死刑であるということについても書かれています。またこう考えると日本には死刑制度があるけれども、その場で断罪する海外よりも犯罪者への対応は人道的なのかもしれないと書かれています。この点改めて教えてください。欧米は、まあ、ご存知の通りその銃社会ですよね。で、まあ、銃 の所持率とかっていうのも見てみるとですね、100人中スイスが27人、ドイツとフランスが19人で、日本が 0.2 っていう確率でものすごく銃を所持できない国ですよね。でそうなると欧米でやっぱり何が起きてるかっていうと、日々のこうニュースとかでも出てくるように、その警察がその市民と戦って撃って銃殺するっていうようなことが頻繁に起きてるんですよ。で、まあ、実際僕が住んでたこうバルセロナとかフランスとかでも本当にそういうことが起きるんですよね、自分の近くで。でそういうのが日常
であると、まあ、そういうことがまあ当たり前みたいな感じになってくるんですけど、やっぱり日本っていうのはそうじゃなくって、その銃の音さえ聞いたことがない国民なんていうのがほとんどだと思いますよね、はいはい、でだから世界的に見ても日本ほど治安がいい国はないっていうのは、これはもう僕はもう自信を持って言えます。なのでやっぱりフランス社会とかでは、あの警察が自分の身を守るために、たとえ相手がその威嚇をしてこなくても、うん、自分が危機を感じた時に銃を放つことができる、うん、っていうのがもう当たり前になってきてるんですね、うんうんうん、でその中で起きてるこの現場射殺っていう問題は、うん、まあまあ、前からその話は聞いてはいたんですけど、うん、実際それ本当にそんなことが起きてるのかっていうことは分からなかったんですよ、はいはい、まあそうですよね、はい、なので自分の目で見たいと思って、うん、そういう事件を調べてフランスに行ったんですが、うん、やっぱり起きてるんです。でこの時に、うん、そのまあ、ちょっと現場射殺の話を、まあ、少し具体的にすると、うん、あの今年に入って警察が正当防衛じゃない形で、うん、あの一般市民を銃殺するっていう事件が今年1月から、12月現在までで12件起きてるんですね。正当防衛じゃないんですか？正当防衛じゃないです。おというくらい、うん、フランスでは裁判にかける前に、うん、単にですね、これ職務質問なんですよ。その職務質問に拒否をしただけで警察がその人を撃てるっていう、今警察のこの銃に対するその規制が緩和されて、あの正当防衛に関する規制が緩和されて、まあ、そういう状況でも撃てるっていうことになったんですね。だからすごくそれが今横行して問題になってて、政治家の間でも、今街中で死刑が起きてるって言ってるんです、うんうんうん、でそれくらい政治家さえもそういうふうに思ってるくらいなので、うん、あの実際にこう裁判にかける前に死刑を、うん、まあ、実質死刑みたいなものを行ってるっていう現実があるんですね、うんうん、で日本はものすごい時間をかけて、そうものすごい数の殺人者の中から絞り込んで死刑囚になるわけですよね、うんはいはい、でその死刑囚が日本の場合だと年に1人か2人、うん、死刑が執行される、うん、ただ死刑を執行することがいい悪いという話ではなくって僕が言いたいのは、うんうん、あの日本が死刑を執行すると、うん、フランスの、在日フランス大使館とかが必ずこう日本はあのすぐにでも死刑を廃止しろと、それは先進国の中でアメリカと日本だけだみたいな話になってくるんですよ、うん、だったら、うんうんうん、あのフランスはどうなのかと、そうですね、っていうそのことを僕は実際自分の目で見に行きたかったんです、ね、うんうんうん、で息子さんが職務質問を拒否したことによって射殺された、うんうん、あのお父さんにもインタビューしたし、そのお父さんが言ってたことっていうのは、はい、息子がこんな形で職務質問に拒否しただけで警察から殺されるくらいだったら裁判を受けて死刑になって殺された方がよっぽどマシだって言ったんですよ ね、 ちゃんと議論してくれってことですよね、はいはい、というのがフランスにある現実なんですね。だからそれを考えると単純に死刑制度よしよしっていうのとはまたちょっと違いますよね。つまり日本はなんでこんなに治安がいい国で死刑があるのかっていうことを考えると、じゃあ例えばですね、日本が治安が悪くて銃を持ってよくってその代わり死刑がないとしたら、フランスとかアメリカと同じように警察が正当防衛じゃない形で市民を撃つ数の方がこう増えていくような社会になっていくってことなんですよね。そうですね、というふうに僕は思うんです。なるほど。まあそれだから死刑がいい悪いっていう話をしてるわけではないんですけど、はい、本書の中には死刑囚でありながらもとても周囲の人から愛されている人も登場します。また被害者の方が生前加害者を追い詰めていたケースも見られます。
そういった事件の加害者に接するたびに、宮下さんはなぜこの人が死刑にならなければならないのかと悩みます。しかしまた同時に、本書の中に登場する被害者遺族の多くが死刑廃止論に対しては、お前の家族が殺されたらどう思うか考えろと語ります。これもまた実直な本音だと思いますが、反射的に死刑というのは被害者やその周辺の人々の怒りに応えるためにあるのかとも考え込んでしまいます。死刑制度とは何のために存在するのだとお考えになりますか？僕も最初にこの取材を始めた時は、自分の育ってきた環境とか日本の道徳観から死刑っていうのはあって当然だっていうふうに思ってましたし、その被害者の遺族の方たちの思いとかを聞けば、やっぱりこう死刑っていうのはあっても当然なんじゃないかなって、これはもう弁護士でさえそういうふうに思う人たちがいるので、まあ、人間の感情としてはそれはまあ当然のこと、そうそう、むしろそう思わない方がなんかちょっと異様ですね、異様だし、まあなんかちょっといびつな道徳感かなっていうような感じは僕はしたんですけど、まあ、ただまあ理論上死刑っていうのを考えていくと、まあ、死刑っていうのはなくてもいいのかなっていうふうに思う時もあるんですね。それはやっぱり死ぬことによってその被害者遺族とか、その死刑囚もそうですけど、その救われるのかどうかっていうことを思い始めたんですよ。そうなってくると死刑っていうのはなくて終身刑であればいいんじゃないのかなっていう思いも出てきたことは事実です。それと今回の本では書いてないんですけど、取材はしてて、38年間、死刑囚官房に入れられたり、その33年間牢屋に入れられてたアメリカの冤罪の方とかにもインタビューしてきたんですね。でもそういう人たちから話を聞くと、確かにこう若い時っていうのは、いろんなことをすると、悪さをしてしまう、ただその人によってはその変わる人もいるんだと、っていう話を聞いてですね、その実際こう釈放された38年、牢屋にいた人なんですけど、その人と話をしてみると、ものすごいこう博学の人で、もう言ってることにすごい説得力があるし、確かにこの人はその犯罪を犯してないんだろうなと、冤罪で出てきたんですよね、というようなこともあったりですね、そういう話を聞くと、死刑というのは難しい問題だなと、死刑っていうのはもしあればその人は死んでしまってたかもしれなかったりとかですね、人がこう変わるっていう可能性があるんであれば、死刑囚でも若い段階で、例えば18歳とか19歳で死刑が確定してですね、そのまま死刑になるっていうことは、僕としても、ちょっとそれは考えなきゃいけないことだなっていうふうには思うんですよ。ただそれは本当に一部の人であって、いろんなこう資料とか本を読んでくると、凶悪犯罪者はなかなかそう変わるものでもないっていう現実もあると思うんですよ。だからそういう方たちが再犯を犯して、この本にも出てくる通り、その連続殺人犯で結局反省もしないまま再び人を殺してしまってと、だからそういう人たちに、僕の死刑観っていうのは、やっぱり自分が死に直面することによって、アメリカの死刑囚にインタビューしたハメルみたいに、こう死に向き合うことで自分が犯した罪を考えて反省して、改心していくっていう過程がすごい大事だと思うんですよね。でそのためにその無期懲役っていうとか終身刑っていう刑であると、そこまで改心していかないんじゃないのかなっていう思いもあるし、心理学でいう
視点取得っていうのがあって、うん、その視点取得っていうのは自分だけじゃなくって自分が犯した罪に対してその相手側の気持ちになれるっていう心理学があるんですけど、そういうものがやっぱり死刑囚になると見えてくることもあるんじゃないのかなっていうのがあるんですよね。で、あくまでもその死刑囚は自分の人生をよりよく生きていくため人間として改心していくためには、まあ、死刑は必要なのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、それを執行するかしないかっていうのを決めるのは最終的には法務大臣なので、法務大臣がその死刑に対して何を思ってるのか、本当に深く考えた上で死刑執行命令書にサインをしてるのか、その力量が問われるところだと思います。別の本からちょっと引用されてた話で、日本の死刑囚の方で確かこう文通を哲学者の方されてた時に書いてあったことで、まあ、死を意識してから初めて何も考えていない人の方が、に比べたら僕は幸せですというか、何て言うんだろう、何のために生きるかとか、そういうことを初めて本当にその時に考えたんで、そういうことを考えるとこれで良かったと思いますみたいな、こんな見方もあるんだっていうのはちょっとびっくりしました。まあ、ちょっと今のお話はそれに通じますよね。だから本当にこう自分の罪に向き合った人で、自分がこう改心したしていこうという人に限ってですね、死刑を求めるんですよね。そうですね、まあ、これはもうちょっと僕が知ってる限りの話なんで、まあ、これは一般化はできないんですけど、まあ、僕自身も多分そうなんじゃないかなと思ってて、やっぱり中途半端に仮釈放されるとか5年後に出れるっていうような刑だと、それこそ人は変わらないと思うし、まあでもなってみなければわからないっていうのが全ての取材をしながら自分では思うことですけどね。